レイピア、17世紀1580から1600年頃のレイピア。モルジュの博物館、所蔵17世紀前半のレイピアレイピアは、細身で先端の、鋭く尖った、一つ用の片手剣。16から17世紀頃のヨーロッパで、主に護身あるいは決闘の際の武器として用いられた。刃渡りは1メートル前後、幅は2.5センチメートルかそれ以下。 全長1.2メートル前後のものが標準的。重量は1.3キログラムほどあり、見と目よりも重い。多くの場合、装飾を施した柄や、手の甲を覆う湾曲した金属板などが取り付けられている。しばしば、フルーレと混同されるが、レイピアは細身ではあっても、基本的には両刃であるため、葉を落として、主に練習用に使われていたフルーレとは異なる。 ただし後のレイピアには三角形の断面形状を持った片刃のものや刃が付けられていないものも存在する。刃の付いたレイピアでは切ることも可能であるが、レイピアによる剣術の基本は相手を突くことである。レイピアの前身はエストックと言われることがあるが、こちらは甲冑を着た相手のチェーンメールを差し抜くもので、構造も扱い方も異なる。15世紀にフランスで エペラピエルと呼ばれる、一つ用の剣が生まれ、これが、レイピアの語源とされている。その後スペインで、エスパダ・ロペラという名前で発展し、イタリアで、ストリッシャという名前を経て、17世紀の初めに、フランスに戻って広まった。移行期には、ワイド・レイピアと呼ばれる身幅の広いものもあった。この時代、ヨーロッパでは、 三重子に見られるように銃の発達に伴い鎧は、廃れていったため、剣による攻撃と防御の技術が発展した。戦場では、ブロードソードやサーベルが使われ、レイピアが使われたのは主に街中の護身用あるいは、決闘の武器としてであった。レイピアはしばしば、その刃は切りつけに向いておらず、相手の攻撃を受け止めると折れてしまうというイメージが強いが、 実際には骨まで切り込む切れ味があったし、根元付近は肉厚に作られているため、その付近で受け止めれば問題なかった。欠点としてレイピアは、当時の刀剣と比べ長大な刀身を備えていることがほとんどであり、素早く振り回すことが難しく、長い刀身のため相手の剣を受け止めた場合、絡まって抜け出せなくなるため、相手の攻撃は受け流す必要性があった。 どちらかといえば、護神用の武器としては素早く抜くことができ、取り回しやすいダガーやサイドソードと呼ばれる汎用性の高い剣を用いる場合が多かった。レイピアはヨーロッパに広く流行したが、1700年頃になるとレイピアをさらに発展させたスモールソードがその光景として広まっていった。その後レイピアは貴族の間で騎士道精神の象徴や、 華麗な装飾を施された芸術品として扱われた。レイピアを使う際は、もう一方の手でパリィングダガーと呼ばれる敵の攻撃を受け流す探検を用いることが一般的であった。多くの場合左手で扱ったため、フランスでは左手を意味するマンゴーシュと呼ばれるようになり、日本でもその名前が使われている。レイピアの特徴の一つである複雑ながらは、 曲線上の粒を持つ柄という意味のスウェップトヒルトと呼ばれる。ダガーにも同様のものが見られるが、十手のようにフックがついたものや、柔らかなカーブを描いたの粒には、相手の剣を絡め取り折ってしまう目的があった。滋賀県高架市水口町の藤江神社には、水口レーピアと呼ばれる十字形容剣が伝わっており、当初は舶来品とされていたが、 解析の結果ヨーロッパ製のレーピアをモデルにした国産品であることが判明した。外観を模してはいるが実用品ではないとされる。しかし日本刀や日縄銃の製造技術が応用されるなど工夫が施されている。資料が少ないため由来は不明であるが、南蛮の品に興味を示していた加藤義明が豊臣秀吉から配慮したものという説もある。ありがとうございます。